1946から1947シーズンのバーはアメリカ合衆国男子プロバスケットボールリーグバーの最初のシーズンである。バーとは1946年6月6日に設立されたアメリカ初の全米プロバスケットボールリーグであり、現在の NBA の前身にあたる。百四十六年十一月一日に記念すべきバー初の試合が行われ、 1947年4月22日に初のバーチャンピオンが決定した。バー設立以前にもバスケットボールリーグは存在した。1891年にマサチューセッツ州スプリングフィールドの YMCA 訓練校に勤めるカナダ人体育講師ジェームズ・ネイ・スミスがバスケットボールを考案して以来、バスケットは室内球技の人気種目として全米にしわたたく間に普及した。 世界初のプロリーグはバスケット公案からわずか7年後の1898年に設立されナショナルバスケットボールリーグが誕生した。当初6チームで始まった NBL は世界大戦などの影響で何度か解散の浮き目にあったが1937年に再組織された。1926年には東海岸や五大湖の都市を中心とした アメリカンバスケットボールリーグが設立される。いずれのリーグも資金繰りがうまくいかず、常に財政難にあった。また当時バスケットといえば、カレッジバスケを指し、プロバスケは市民権を得られるまでには至らず、地方リーグとして細々と活動していた。そして1946年6月6日に、バスケットボールアソシエーションオブアメリカが誕生する。 第二次世界大戦が終結した翌年のことである。バーもやはり常に財政難にあり、またカレッジバスケの人気の前に苦戦することになるが、NBL がアメリカ中西部を基盤としたのに対し、バーはニューヨークなどの東部大都市を基盤としたことが優位に働き、後に NBL を吸収合併するなどして発展していくこととなる。とはいえ設立当初のバーは、 ささやかな組織に過ぎず、設立の目的もプロアイスホッケーの NHL やある、の、球団オーナーたちが所有するアリーナの空き時間を、埋めるためであった。初代のコミッショナーには、あるの会長だったモーリス・ポドロフが就任した。バーは11都市11チーム、東と西に分かれたにデビジョン制で始まった。なお、現在も、本拠地を変えることなく存続しているのは、 ボストンセルティックスとニューヨークニッカーボッカーズの2チームだけである。バー、その後の NBA と続く長い歴史の最初の試合は11月1日、カナダのトロント市でニューヨークニックス対トロントハスキーズのカードで行われ、68から66でニックスが勝利した。レギュラーシーズンは各チーム60試合を戦い、各デビジョンから上位3チームがプレーオフに進出する。 1969から70シーズン以前は、アベレージよりも通算で、スタッツリーダーが決められていた。当時のプレーオフの組み合わせはかなり変則的であったと、言える。各地区勝率1位の2チームがファイナルへの出場を、争って7戦4勝制の準決勝を戦う。残りの4チームは、各地区勝率2位同士と3位同士のチームが3戦2勝制で、 準々決勝を争い、その勝者同士がファイナルへの出場を争って、同じく3戦2勝制で準決勝を戦う。ファイナルは70004勝制である。各地区の勝率1位、つまり第1シードのチームは準々決勝を免除される、ものの、プレーオフの初戦でいきなり第1シード同士で、潰し合うというものであった。この奇妙な組み合わせもあり、 レギュラーシーズンで突出した勝率を収めたワシントン、キャピタルズは準決勝で姿を消した。そしてプレーオフを勝ち抜き、初代ワーチャンピオンとなったのは、フィラデルフィア・ウォリアーズだった。選手のサラリー上限が5500ドルであった時代、ウォリアーズの優勝メンバーは、賞金として各自2000ドルを受け取った。ありがとうございます。